高等派とは、19世紀の実証主義時代、ロマン主義と象徴主義の間に起こったフランス史の一、文学様式を指す。ギリシア神話のムーサの住みかパルナッソス山から名を取った、高等派史人の雑誌、現代高等詩集に由来する。この雑誌は1866年から1876年にかけて発行され、ル・コント・ドリール、テオドール・ド・バンビル、シュリップ・ルドム、 ステファヌ・マラルメ、ポール・ベルレーヌ、フランソはコッペイ、ジョゼ・マリアド・エレディアラが寄稿した。高等派詩人は、テオフィル・コーティエとその、芸術のための芸術という教えの影響を受けている。ロマン主義の詩の自由な形式と、過度の干渉性及び社会的、政治的な積極的行動主義と見られるものへの反動として、高等派は、形式の厳格さと感情の超越をもって、異国趣味で、 古典的な主題を選び、厳格かつ完璧な作品の完成に努力した。この感情超越の要素は、アルトル・ショーペンハウアーの哲学の著作に由来するもので、ある。詳しい概説文献に、ピエール・マルジの、高等派と象徴主義、19世紀フランス史、宇佐みひとし、フランス史道しるべ。起源は、フランスだが、高等派という言葉はフランスだけには限定されない。 例えば高等派の中でも、最も異色なオラーボ・ビラックは、ブラジルの出身である。ビラックは施策と陰律には最新の注意を払いつつ、一方で感情の強さも持ち合わせていた。また、ポーランド高等派を代表するアントニ・ランゲもいる。ジェラード・マンリ・ホープキンスは、パーナションという言葉を、才能ある詩人がただ機械的に書いているだけの、完全ではあるが霊感を受けていない詩を表すのに、 使った。ホップキンスはアルフレッド・テニスンの作品にその傾向があると言い,い、イノック・アーデンをその例に挙げた。フランスの高等派は、ニカラグアの詩人ルベンダリオが、その代表である、ラテンアメリカのモデルニスモ文学に決定的影響を与えた。日本文学においては、森鴎外、堀口大学などを高等派と呼んでいる。ありがとうございます。